ロベール・シューマン・シューマン宣言は1950年5月9日にフランス外相ロベール・シューマンがフランスと西ドイツの石炭、鉄鋼産業を共同管理することをまとめた声明。ジャンモネによる提唱と道徳祭武装による調整に影響された。この宣言の目的はフランス、西ドイツ、ベネルクスの各国が戦略上の資源を共有するカルテルを作成する。 ことである。終ュ宣言を基礎として、1951年に、欧州諸共同体の中の最初の共同体で、後の欧州連合につながっていく、欧州石炭鉄鋼共同体が創設された。終ュ宣言は、第二次世界大戦後の出力協調体制の視点と位置づけられ、また、西ドイツが、西側人営につく契機ともなった。西ドイツ首相、 コンラート・アデナウアーは、シューマン宣言を、西ドイツの転換点と述べている。1949年に訪米していたシューマンは、当時のアメリカ合衆国国務長官ディーン・アチソンに、西ドイツの政治的転換を促す提言をするよう、言われる。納得のいくスピーチが思い浮かばず、1950年に、ジャンモネからシューマン宣言となる原文を渡される。 欧州石炭鉄鋼共同体が発足したことで、共同石炭、鉄鋼市場が導入され、これにより、市場価格の自由な決定が可能となったり、輸出入にかかる関税や補助金が撤廃された。しかしながら異なる経済が、このような状況に至る移行期間にはおよそ1年以上かかった。特筆するべき点として、シューマン宣言では、 各国政府から独立した最高機関の創設が謳われている。また欧州統合の観点からシューマンは次のようにも述べている。ヨーロッパは1日にしてならず、また単一の構想によって成り立つものでもない。事実上の結束をまず生み出すという具体的な実績を積み上げることによって築かれるものだ。中日欧州委員会代表部による火薬1985年。 当時欧州委員会の委員長はフランス出身のジャック・ドロールであったがミラノにおける欧州理事会において5月9日を欧州連合におけるヨーロッパデーとして祝賀記念行事を行うことを決めた欧州諸共同体ではこの宣言をヨーロッパ統合プロジェクトの公式行事としており最初のヨーロッパデーはシューマン宣言の記念日として5月9日に祝われた この年に祝われたヨーロッパの父であるジャンモネの生誕100周年は同様に共通の歴史として認識されるようになった。ありがとうございます。